イワシモツケは、バラカシモツケ属の落葉低木。樹形は高さは1から2メートルになり、よく分子する。若い枝は、淡か色、古い枝は、黒か色を帯び、両角があり、毛はない。葉は、変異が多く、強調楕円形、東卵形、東卵円形、高大円形、または楕円型になり、葉先は円刀、または、二部頭、基部は、鈍型から円形、または、 節型になる。質は厚く、両面とも無謀で、裏面は粉白色旗は単色。円は前円か先端に2から3個の鈍鏡子がある。傭兵は長さ1.5から9ミリメートルになり、誤生する。夏季は5から7月。今年枝の先端に計3から3.5センチメートルになる三棒、時に副三棒の果樹を作り。 計7から 10mm の白色の五弁花を多数、つける。額は、筒状で、無毛。額列辺は、長さ 1mm になる、卵状三角形で、花後、柿にも直立して残り、反曲しない。花弁は、長さ 2mm、幅2.5から 3mm の横に広い、楕円型から円形で、開け出し、または反り返る。融水は、約20本あり。 花弁と同じ長さ。脂肪は5個あり、有毛で、それぞれに無毛の花柱を1個つける。果実は、長さ3から4ミリメートルの袋花となる。種子は、長さ2から2.5ミリメートル、幅0.5ミリメートルの半長楕円型で、褐色で、毛はない。日本固有種。日本の本州の近畿地方以北に分布し、高い産地の蛇紋岩地や石灰岩地に生育する。 以上の2品種は分けないで、イワシもつけとして統合する場合がある。ありがとうございます。